構リアルで可愛いでしょ。ほんとだ、透明なポットにお茶が入ってるみたい。可愛い。これはベースがモチーフのミニチュア。これならライブでも映えるでしょう。みんなありがとう。どういたしまして。これならその日の気分でいろいろつけられるかなと思ってさ。うん、早速明日からつけてみる。どれつけようか迷っちゃうな。ねえみんな、どれがいいと思う？そうだな、このパンのやつとティーポットのやつとかいいんじゃないか。パンと紅茶、お腹が空いてくる組み合わせですな。山吹ベーカリーと羽沢コーヒー店、どう？はいはい。じゃあみんな、明日楽しみにしててね。でも、こんなヘアゴム、あんまり見たことないけど、どこで見つけたの？ふっふっふ、ひーちゃん、聞いて驚くなかれ。実は、このヘアゴム、モカちゃんたちの手作りなのです。手作り？そうそう、まあさすがに一からってわけじゃないけど、パンとかの部品は売ってるものを使ったし。ドライフラワーはうちで使わない花をもらってきたんだ。なにそれ、すっごく楽しそう。私もやりたい。お、いいぞ。まだ材料残ってるから一緒に作るか。じゃあ今日の放課後はモカちゃん家に集合。はーい。今日のお返しに私からすっごく可愛いヘアゴムみんなにプレゼントしちゃうんだから。